マーキスの旗がエストゥロイ島のフニンガーに形容されているファンゲンの村の教会に飾られている最初のマーキスの旗フェロー諸島の旗は白地に青と赤のスカンディナビア十字が描かれた旗。旗やインを意味するマーキスと呼ばれる。かつての支配者ノルウェーの国旗とフェロー諸島から移民した人々の住むアイスランドの国旗と似るがこれらは皆デンマークの国旗。 ダネーブローに基づく。羊の島と呼ばれ、紋章にも羊を用いる、フェロー諸島では19世紀後半のナショナリズム紅葉の際に羊がシンボルに使われた。1888年のクリスマスにフェロー語やフェローの伝統の語辞を求めて行われた集会以降、フェロー国民運動が高まり、 青地の周りを太い赤枠で囲み中央に白い羊をあしらった旗が非公式に用いられた。後には羊の代わりにフェロー諸島の鳥である都鳥が使われた。1915年に近隣のアイスランドがスカンディナビア十字の伝統にのっとった独自の旗を決めたことは同じくデンマーク領だったフェロー諸島に大きな影響を与えた。 現在の旗は1919 19年、デンマーク本土の首都コペンハーゲンで学ぶジェンズ・オリバー、リズバーグとその友人たち、ヤヌス・アッサーソン、パウリダールが考案し、ニンナ・ヤコブセンが旗を塗った。同年6月22日には、リズバーグの故郷である、フェロー諸島最南のスブロイ島のファンゲン村での結婚式でこの旗が掲げられたが、これが最初に、マーキスの旗が、 フェロー諸島に翻った瞬間であった。1930年には、フェロー諸島議会の開会式において、デンマーク国旗が引き下ろされ、マーキスが掲げられる事件が起きた。1931年には、マーキスはフェロー各地で一般的に使われる旗になったが、その存在はあくまで非公式であった。九百四十年からのデンマーク本土がドイツ軍に占領されたことを受けて、 イギリス軍はフェロー諸島占領を行った。1940年4月25日、イギリス軍占領政府はフェロー諸島の船舶をドイツ占領下のデンマーク船舶と区別するためにマーキスを商船機として承認した。陸上ではあくまでもデンマーク国旗が公式に使用されたが、マーキスが海上だけとはいえフェロー諸島の旗としての地位を得た4月25日は現在でも 国旗の日として祝われている。終戦とともに、イギリス軍は去ったが、軍政下での自治を経験した島民は、デンマークの一自治体に戻ることを良しとせず独立を目指した。住民投票の結果フェロー諸島は、デンマーク領に留まる者の,の自治権を得ることになり、1948年5月23日、デンマーク政府は、自治法で、マーキスをフェロー諸島政府の旗として承認した。 北欧理事会ではこの旗も他の北欧諸国、地域の旗と共に掲げられている。最初のマーキスの旗は今もファンゲン村の教会に飾られている。なおこの旗のデザインは赤色と青色を隣同士に置いている点で伝統的な気象学及び紋章学のティンクチャー配置のルールからは外れている。ありがとうございます。